では続いては天子裕子キャスターとお伝えします。こんばんは。天子さん、3月卒業シーズンですけれども、はい、この方もアイドルグループからの卒業を発表しましたね。そうなんです。日立市出身で AKB48 の岡部凛さんです。10年間のアイドル生活に幕を閉じることになったそうで、うん、はい、岡部さん卒業前に活動の原点となった日立市の思い出の場所をめぐり私が同行させてもらいました。日立市にやってきました。今日はちょっと曇りなんですけれども、そんな気分を晴らしてくれるような元気なゲストに来ていただいています。お願いします。はい、元気なアイドルやってきました AKB48 の岡部凛です。今日はよろしくお願いします。お願いします。日立市出身、茨城大使を務める岡部凛さん。2014年に都道府県代表で結成するチーム8の茨城県代表として AKB48 に加入しました。実は私、アマコとのある共通点が。私実は、はい、岡部さんと、はい、誕生日が1日違いで年齢も一緒で、私7日なんですけど何日ですか？8日です。ちょっとお姉さん、じゃあ私の方が1日お姉さんですね。やってきたのは日立駅近くの広場。ここにも思い出があるそう。毎年親戚の方とかに送る年賀状の写真、家族写真を撮ってたりとか、年に1回開かれる大きいダンスコンテストみたいなもので地元のダンスチームのみんなと一緒にこの大会を目指してレッスンしてたりとか、とにかくたくさんの思い出が詰まった場所です。ここは今日はじゃあもうここだけじゃなくて、はい、日立のいっぱい凛ちゃんの思い出が詰まったところを巡って、はい、皆さんに魅力も伝えていきましょう。はい、楽しみ。いきます。向かったのは岡部さんが子どもの頃から家族でよく行っていたというイタリアンレストラン。わあ嬉しい、久しぶりに来るぞ。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。あ、お久しぶりです。岡部さんの大ファンだという菊田由衣さんです。見てください、これお店に飾られていたのは飾ってありますよ。そう、これ知ってるんですよ私。ファンの方が飾ってもらったよみたいな、私の SNS で報告してくれて、すごい。いや嬉しいな。岡部さん一押しのメニューがこちら。やったー、すごい、めっちゃ嬉しい。細めの麺にモッツァレラチーズがたっぷり絡まったトマトパスタです。いただきます。ほらもうチーズがたっぷり。いや見た目もね綺麗ですね。うん、うん、濃厚。全部絡まってるんですよ。そうなんですよ。一口で全てのなんか美味しさが口の中に広がって、これすごいですね、うん、美味しい。両親に連れてきてもらってそこでなんかもう家族分の量4人前でこのパスタ頼んでて、でそこでもう美味しいと思って。菊田さんは岡部さんが友達やファンにこのお店を勧めてくれたことに助けられたといいます。ちょうどコロナの時だったんで、凛ちゃんが市民会館でやってその前にお店の話をしてくれたじゃないですか、はいはい、それで皆さんが来てくれて、それでお店も助かったし、ファンの人に楽しんでもらいたいなっていう思いで皆さんにお勧めしてたんですけど、自然と無意識のままになんか貢献できてたのかなと思えて、すごい貢献。ああよかった。続いて向かったのは、りんちゃんが会いたいと言ってた人がこちらにいるので会いに行きます。来てくれたんですか？そうです。嬉しい。いやすごい久しぶりに歩いた。わ、匂いが懐かしい。岡部さんを待っていたのはこんにちは。こんにちは。先生だ。わ
生の頃からダンスを教えてくれていた市川和子先生です。今も県内の子どもたちにダンスを教えています。市川先生に当時の岡部さんについて聞いてみました。とにかくそうですね、チームの中ではリーダー的な存在でしたね、うん、引っ張っていくような。そう、誰にでも、うん、均等に面倒を見るので、例えば大きい子にちっちゃい子レッスン教えてあげたりとかするじゃないですか、ダンスを、うん、で誰かがそのギブアップするね、私教えられないこの子無理って言うと出てくるじゃあ私って出てくるから、そういうところじゃないかな。すっごく面倒見いいんですよ、明るいし。うん、その自覚はなかったな。もう自然にやってるからね。市川先生はそんな頼もしい岡部さんが芸能界に入る直前に見せた意外な姿が今も忘れられないと言います。最後に挨拶に来たよ来た時にここで練習してたんですよ、うん、広場でね、うん、でそこに挨拶に来てくれて、みんなに大泣きしたんですよ。そうめっちゃ泣きちゃったもうなんかすごい不安だったみたいで、そう、うん、離れちゃうのすごい寂しいなと思って、うん、みんなの前でなんかすごい、ね、なんか見苦しいぐらいそう半端ない泣き方だったの。もうみんながね、ちっちゃい子からみんな心配してて、大丈夫大丈夫行くぐらい泣いてましたね、私それは印象にも残りますね。残りますよ、心配させちゃっただろうなと思って、うん、すごい不安だったけど、なんか先生に大丈夫だよってこう背中を押してもらって、それで決断できたって感じですね。今のリンさん見てどうですか気になるもう私からしたら嬉しいだけしかないですね。こんなに活躍してくれて、もう輝いてくれて、みんなの希望の星になってくれて、もう本当にありがとう。ここで AKB48 を卒業する岡部さんにサプライズゲストが。ください、何、リンちゃんの卒業。ダンススクールに一緒に通っていた友人たちが駆けつけてくれました。久しぶりに会ってどうですか、りんちゃん。変わってないなって。でもなんかそのインスタとかそういう SNS で見るときはスターになったって感じだったんですけど、だろでもなんかこうやって会ってみたら、もう本当に十何年とかぶりとかぐらいにあったんですけど、でも全然もう変わってなくて、ね、変われよって感じでこうして自分が東京に行って活動してるって、でこう会った時にみんなが見たよって言ってくれたりすると頑張ろうと思えるので、自分の原動力になってるので、これからもみんなにいい活躍を見せられるように頑張りたいなと思います。先日卒業セレモニーを行った岡部さん、みんなからこう見守られてこうセレモニーやらせてもらったってことも幸せですし、やりきったなって、うん、すごい晴れやかな気持ちで入れてます。最後に今後の活動について得意のイラストで描いてもらいました。バラエティと演技とアーティスト活動をしたいなと思ってます、はい、今までも、うん、舞台とかそういうところで演技の活動もさせてもらって、バラエティも AKB として出た時もあったし、あともう一つはなかなか時間を取れなくてアーティスト活動ができてなかったんですけど、絵を描いたり物を作ることが好きだし、いろんなものを制作して近い将来、まあ、遠くても必ず日立とか東京で自分の個展を開きたいなと思っています。届、ね、けのこぼれ話などね、まだまだありますので、こちらに、はい、ぜひ読み取って見てみてください、ね、ぜひご覧ください。それにしても本当にふるさと、地元の人に愛されてるなって思いましたね。本当ですよね。私も一緒に同行していても、うん、皆さんの温かさも感じましたし、岡部さんの本当に人柄、素敵な人柄も伝わってきましたね。でそして今後は、はい、古典とかって言葉もありました。そうなんですよ、古典につながるのがこちら、はい、先ほどVTR にも出てきましたこの絵描いていただいたんですけれども、可愛らしいですよね。こちらね、下書きもないん
ですよ、うん、で10分くらいで描いてしまう、このような絵を時間ができたらぜひ描いたりいろいろコレクションして個展をしたいとお話ししてくださっていました。まあ、そうしたこういう、こう絵画とか、うん、その他にもやっていくんじゃないですか。そうですね、まだまだせっかく茨城大使ですから、はい、日立そして茨城の PR もね、さらに力を入れていきたいとお話しされていました。はい、これからの活躍楽しみです。